はい、おはこんばんちは、春川龍でございます。信長の野望波動、今回はアプデプチ情報をですね、お送りしていきます。軽いアップデがありましたんで、その内容をね、ちょっとこちらでご紹介していければと思いますと。それでは早速行ってみましょう。はい、こちらですね、1月の24日火曜日の15時頃にバージョン 1.0007 をリリースしましたよと。で、マップ、次回メンテナンスで適用せられるマップの仕様変更、勢力表示オフ時に大名所有領土を表示すると。今まで見つけづらかったからね、領土の縁が黒く表示されます。一門が所有する領土のネームプレートに一門旗の表示を追加と。これも分かりづらかったから一門の領土ここですよと分かりやすくしましたよと。大名家の大名所有領土のネームプレートを黒いプレートと家紋の表示に変更と。なるほど。で、次大名家の大名所有領土と同様の表示です。で、維新旗、一門衆の領土が制圧を受けている場合の演出を変更と。一門衆の領土が制圧を受けている場合は、維新旗ボタン左上に黄色の危険アイコンが表示されます。維新の領土が制圧を受けている場合と演出で識別できるようにするための変更です。絞り込みに、調達回数を追加と。一門レベル詳細に S 城解放に関する注意文を追加。シーズン1乱世の幕開けについてお知らせの記載通り、 S ランクの城はシーズンが一定期間経過した後に解放されますと。あと UI テキスト、演出調整、今後開催予定のイベントの追加と。さてさて、それではどんな変更がされてかについてちょっと見ていきましょうか。まあ、これ全体図なんだけど、この左上の勢力表示をポチッとチェック欄外すと、まあうちの一門の領土プラス大名所有領土が表示されるんですけども、この大名所有領土がこの三角形の縁が黒く表示されますっていう感じですね。これが一つかな、大きなところだと。こうアップした時にこう最高上とかあるんですけど、ここにこうプレートがあって、そのプレートに知能の旗が立ちますよと。うん、これ大名所有領土だよね。そうだね、大名所有領土は黒いネームプレートに旗は何も刺さってないと。他の一門さんは旗見えるのかな。あ、旗見えない、色だけだ、色だけですね。はい、なるほど。あとはまだここか、維新旗のところに領土攻められてると。いつも赤いポッチが出てると思うんですけど、自分の領土が攻められてるときは今まで通り赤いポッチで、一門の誰かの領土が攻められてると三角形に黄色にびっくりマークのアイコンが出てきますね。うん、これですね。はい、あとはここのサーチ画面のまあ一番左の領土で、まあ資源のとこやると出てくるんですけども、ここにこの調達回数とかが出てきてましたね、新しく。多分これが追加されたんだろうと思います。これがもうアップデート終わってやってるとこですね。で、もう一個の方、こちらメンテナンスのお知らせ。うん、1月26日の木曜日14時から18時にメンテを行いますと。これね、これ前もそうだったけどさ、なんでこれメンテの時間をさ、イベントの時間にダダかぶりさせるんだろうね。はい、マップ。砦領土と城の外周の領土について。支援推奨時間中は進行負荷となるように調整と。進行負荷時間中も領土の休戦時間は経過しますと。深夜時間帯の領土戦を一部制限し、領土戦による負担を軽減するための変更ですと。今まで城を攻められない、物見櫓攻められないだけだったんですけど、その周りの土地も攻められなくなりますよと言ってますね。で、これですよ、これ。一門が所有する城の外周の領土に移転する場合、移転距離によらず移転例の消費が1になるよう調整と。城の周辺にも移転しやすくするための変更ですと。これは生放送の時にコメントでたくさん上がってた移転例高い問題に対しての対応ですね、これは。また斜め右下の対応をしてきましたね。この辺ですね、この辺。この辺1マスは移転で1になりますよと、メンテ明けに。なるほど。これで砦が死にますね。砦の意味が何もなくなりましたね、これね。砦をね、所有する理由は、その近辺にね、移転で1で飛べるようになるっていうのが利点だったんですよね。なんで、守りたいお城があるときは、守りたいお城と同じ軍内にある砦も1個取っとかないと、遠くにいたとき、移転令をかかっちゃうよっていう仕様だったんで、必ず守りたい城、プラス、
同じ軍内にある砦も取っとくっていうのがまあセオリーというかパターンの一つだったんですけど、それを完全ドムシですね。ということはもう砦の意味が全くないですね、俺。全くないって言ったらちょっとあれ語弊がありますけども、だいぶ意味が、なんだろう、砦の存在意義が低下しますよね。うん。次、領土のネームプレートを選択して表示されるリストに領土戦に参加している領主を追加と、攻撃可能な里を識別しやすくなるための変更ですと。で、自身の里を選択して表示されるリストに自身が攻撃している領主と自身の里を攻撃している領主を追加と。まあこれも同じようなもんですね。はい。で、軍境かつ砦領土の境界線の表現調整、破線、軍境と二重線、砦領土を組み合わせた線が表示されます。今まで超分かりづらかったよね、これね。次、調達ボタンの色を緑色から黄色に調整、待ち伏せボタンで識別しやすくなるための変更です。これもうなってますね。はい。金色になってました。はい。これですね。この金色のマーク。最初何かと思いましたよ、これ。まあ、このね、待ち伏せマークと同じ色だったんで分かりづらかったんですけど、金色になったからなんだこれ、フィーバータイムの金色かと思って、いっぱい取れるようになるのかと思ったけど、違った。ただの仕様変更でした。で、あと、標的。標的対象の大名家と戦闘して発生した衰弱は、領土戦の状況を問わず、通常の半分の時間となるように調整と。で、シーズン終了時に失われる品のみ表示する機能を追加。まあ、なんかの絞り込みですね。絞り込み機能が追加しますよと。イベントに関する注意事項。イベント、城塞争奪戦におけるイベントポイントはメンテナンス中は加算されません。メンテナンス終了時でイベントポイントの加算を再開しますと。お前、かぶせんな、だから。いいよ、どっちかずらせよ、メンテ時間かイベント開始を。はい、あと注意事項、そんなら簡単ですね。なるほど。はい、それでは以上でございます。シーズン1、途中まで1ヶ月、もうちょっと2ヶ月ですね。はい、になりますけども。ちょっとこのペースでいくと3ヶ月で終わんない気がしましたね。してきましたね、これ。すべての問題点をある程度片付けてからシーズン2に行くような気がしてきました。まあ、今回ね、あの砦の仕様変更以外は、まあまあいい変更かと思います。見やすくなったし。うん。まあ砦、まあでもこのままの状況で行かないとは思うんですよね。もうよっぽどのことがない限り砦取る必要がこれなくなっちゃったんで。あとはシーズン2に向けて、お城と砦の位置づけをどう仕様変更をこれから運営さんしていくのかっていうのはちょっと楽しみなところではありますね。うん。練りに練ったいいものをね、少し時間かかってもいいんで出してくれればなと思いますと。はい、それでは以上でございますと。今回の情報が少しでも役に立ったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。